今言ったように数が少ないのでですね、みんなに集まってもらって恐縮なぐらいなんだけども、流れとしては、内臓を抜いて、どっから行くかな、上から行くか、腹びれの、前の方にちょっと包丁入れて、で、このまま、ここまで、肛門のところまでね、抜いてください。で、抜いたら、こうやって、吐き出していただくだけで、結構です。で、こう抜いて。で、ちょっとここも、ごめん、ちょっと自信度ちゃんと取りに来れなかったけど、ここもちょっと開けて、取ってやってください。で、これが終わったら、あそこで洗って、集めて重量を測るという形になります。で、これがみんなも売ってる、いわゆる廃棄物なので、廃棄物重量を測ります。はい、たったこんだけなんだけどね、今回はね。例年の4分の1もないから、だけども、手分けしてやってください。やりますよ。みんな申し訳ない。腎臓のところに包丁を入れてね、腎臓少し取ってやって。それで包丁で包丁の背とかでかき出してくれてもいいから。ごめんね、ちょっとうっかりしてました。どこが腎臓？背骨に沿って、まあ、腎臓と違うんですけど、なんかあるんですよね。この背骨の血合いみたいな。